ですね、腕をこう伸ばしてこの腰のあたりですね、まあ、厳密に言うとこう仙骨、ここにある仙骨のあたりから背中を通って、肩甲骨、肩、肘、手首、指先までの意識を、しっかりとつなげる練習をしていきたいと思います。で、もうやることはすごく単純なんですが、手を上にまっすぐ上げるだけなんですけれども、まずちょっとやってみますね。はい。で、今何をしてたかっていうと、ただ手を上に上げてたんですけれども、その、まあ、上げ方ですね、上げ方がもうカチンカチンって上げると結構肩関節とかね、この辺しか動いてなかったり、こうパーツパーツでロックがかかってて、こう高く上げてるけど伸ばしきってない状態になってるんですよね。できるだけ、パーツの関節部分っていうのは力を抜いてもらって、ここから引き上げた勢いがずっとこうつながって指先まで、で手首のところもあまりカチッと固めずに揺らいでて、で指も力は抜けてるけど指先まで意識が通ってるっていうような状態で、ククククッとこう上から引っ張られてるような感じですね。で他の部分はできるだけこう引き、この辺からグッと引き上げてるんだけれども、力はこうパーツパーツではそんなに入ってないっていう形で、肩がこうガチってなってたりとか、この辺が窮屈になったりもしないし、ぐーっとこう力抜けたまま引っ張られるような感じで上がってるっていう、でその状態っていうのがどういう状態かっていうと、強くこう引き上げれば引き上げるほどここら辺も伸びる感覚があるので、最初こう触ってもらったら分かると思うんですけど、こうちょうどお尻のあたりですね、骨盤のあたりの、肉を触ってもらって、でその状態でこうやってやってもそこの筋肉って全然動いてないと思うんですけど、しっかりとつなげた状態からグッと引き上げると、上げた時にそこが引っ張られる、動くっていうのが分かると思うんですね。でこっちを意識をグッと強めれば、強めた分だけここが引っ張られる感覚も、自分で自覚できるようになるので、それを意識してやってみてください。でさらに伸ばしながら少しここをクッと入れるような感じにすると、仙骨のあたりからここら辺を通って指先までがつながる感覚が明確になります。 でさらにこう緩めながらできるようになってくると、指から頭行とか気が巡る器官も同時に出てきて、ここにこう柱が立つような感覚、気の柱が立つような感覚も明確に出てきますので、そういうことも、ちゃんと緩んできたら起こるんだなっていうことは、知識として持っておいてもらったらいいかなと思います。だんだんそのしっかりと緩めたまま伸ばせるようになったっていう、そのバロメーターとしてね、認識しておいてもらったらいいかなと思います。じゃあ一応左の方もやっておきます。ここから横向いてやりましょうか。こっち向いて。ここを意識してもらって、ここから引き上げるような感じです。そっちに乗せる方の足に重心乗せちゃってください。で、クククッと誰かに引っ張ってもらうような感覚で、ぐーっと引き上げて、で、指先まで意識通してるけど、関節部分にはできるだけロックをかけない。で、呼吸が止まらないように引き上げて引き上げてっていう感じで、呼吸止まってると苦しくなるので、吐いてる時も引き上げるっていう感じですね。で、吸い上げる時にもぐーっと高く高く、とにかく、背中側をお尻から背中、肩甲骨、肩、肘、手首のあたりまで緩めながらぐーっと高く引き上げていく。で、そっと緩めて。で、それを繰り返していくっていう形ですね。はい。で、それができてきたら両方を同時にやっていきます。この場合は体に少し波を作って、こういう形で背中側をつなげながら後ろからぐっと引き上げる。
で背中側をできるだけ引き上げて、最初は引き上げるだけだと腰がこう反ってる状態になるんですけど、引き上げてから少し仙骨を収める、あの他の動画で説明している名門のここにあるツボを張り出すような感じですね。そうすることで引き上げてるだけ、マックス引き上げてるんですけれども、クッと足とそれまで上半身と下半身が分離してたのが、こうクッと入れることで下半身とつながるので、足の裏から指先までがぐーっとつながる形になります。まあ、何がつながるかっていうと、その、まあ、気の柱というかエネルギーの柱が立つのが、まあ、体で明確に分かるようになります。なので、一回しっかりその伸ばす、引き上げるっていうところで緩めたまま引き上げるっていうのをできるようにしてから、名門を張り出して指先と足の裏をつなげていく。でそれができたら、今度はそれを横につなげたまま倒したりとか、これを前に持ってきた時にしっかりと名門と手のひらで対応するように前に出していくとか、まあ、そういうことを順番にやっていきます。なのでまずその片手で伸ばしてつなげる、左右で両方できるようにする、両手を同時にやっても、そのどっかでパーツでこう滞りがあって途切れたりしないようにしていく、そして横で伸ばした時もその滞りがない状態でずっと、まあ、気管を感じたままですよね、伸ばすことができる。それは拳を握っても同じで、前もしっかりとそのつながってる状態を味わったまま、それをこうスッ と関節を閉じてしまうと、消えてしまうんですけど、緩めてて関節が例えば曲がってるように見えててもちゃんとつなげてあれば、その伸ばしてる状態は保たれますので、それができた状態で引っ下ろしてきて、でそれがまあ拳握っていようが立てていようが、しっかり足の裏から手のひらでしっかり意識すれば、まあ、ちょっと喋ってるんでここら辺今抜けてるんですけど、顎引いてこの軸の方もつなげていくっていうことを、でそれが今度向きを変えてもここがつながったままで指先までつなげたままっていうのが、いろんな方向にそのつなげた状態を保っていくっていう練習に移行できますけど、まず最初にここで、この仙骨のあたりから指先までのところがつながらずに、適当にガチってロックがかかったままで他のことをやってもどうしてもぶつかりが起きて、流れが悪い状態、意識も自分の中でこう感覚を味わいにくいというか、そういうふうになってきてしまうので、まずは、片手でしっかりとつなげるようにして、はこうエネルギーの柱が自分の中にスッと立つのを感じるということですね。それが当たり前になってきてからいろんな動きをやっている。で、まあ、例えば上半身の方でその感覚がつかめるようになっていったら、太極拳の動きに落とし込んで、その状態でもずっと途切れずにその期間がある状態で動き続けられるかとか、そういうふうに、意識をこう応用していってもらったらいいかなというふうに思います。はい、なので、まあ、これ準備体操とかで毎回気軽に入れてるんですけど、まあ、これがしっかりできることできるかできないかで、次にやっていく練習 のクオリティっていうのが全然変わってくるので、ただの体を柔軟性を高める練習かな、準備体操かなっていう感じで適当にグッてやるんじゃなくて、本当に全身しっかりと無駄な力みを抜いてつなげるんだっていう意識を持って、そしてつなげた時にはしっかりエネルギーの柱が立つ感覚を味わうぞという感じでやってもらったらいいかなというふうに思います。はい、ではかなりこれ大事な練習だと僕は思っているので、ぜひ体を感じながら試してみてもらったらいいかなと思います。はい、では今回以上になります。お疲れ様です。